テレ朝動画。こんにちは、ハイキングウォーキング松田博明です。さあ今日もですね、楽しいゲストをお迎えして潤いのあるお料理を作っていきたいと思います。それでは今日のゲストはですね、なんとおもてなしとお掃除でおなじみのこの方です。どうぞ。どうもジューシーズ松橋です。はい、ジューシーズ松橋くんです。よろしくお願いします。さすがね、やっぱね、おもてなし芸人でありお掃除芸人でもある松橋くんに来ていただいてね、はい、だから料理とかもよく作るしね。好きです、はい、オリジナルレシピも多いじゃん。うん、僕やっぱ一応勝手に弟子入りしてるんで松に。いや、なんなのその指定関係だったの俺ら。指定関係ですよ。知らなかったですか。知らなかったですね。弟子ですよ。そうなの。でも同じようなことが好きなんでやっぱり。ああ、まあね、はい、いろいろやってますからね。好きです、好きです。はい。はい、でね、毎回このゲストに食べたいものを聞いてそれを作っていくわけなんですけども、はいはい、いやちょっと正直、うん、今日は師匠に頼むってことで、ちょっと難しいの言っていいですか。難しいの。難しいの、いいよ、何でもいいよ。ちょうどね、はい、桜の季節ですから、はい、まあ、一緒に、お花見行きたいんですよ。なるほど。ただやっぱせっかくお花見行くんで、はい、なんかこう桜の季節に合ったやつで、さらにこうちょっとおしゃれなのがいいです。なるほど。ちょっとヒーローになれるようなやつがいいっす。ヒーローになれるようなやつ、はい、どんどんハードル上げたね、はい、いけますいけますね、はいはい、じゃあ、お花見でヒーローになれるお料理作っていきたいと思います。はい、ヒーロさあ、まずはね、はい、梅酒でちょっと喉を潤してください。いいです。これがね、楽しみだったんですよ。今回、さらりとした梅酒のソーダ割りですね。ちょうどね、さらりとした梅酒のパック、こんな感じなんですよ。色合いがね、はい。いただきます。合わせてきたのかな、たまたまなのかわかんないですけど。さらりとしてますわ。そう、やはり。これからのシーズン、夏季限定の梅水っていう、はい、ドリンクもあるんですよ。梅水すごいさっぱりしたやつ、へえ。それはお酒入ってないやつなんで。入ってなくて、さすがです。彼は本当皆さん。さあ、じゃあ今回、はい、今回作るのはですね、はい、今が旬の菜の花とドライトマトの入ったケークサレ、そして梅の実とナッツのケークサレ、この2つ作っていきます。この余った具材でパスタを作ると。うわ、ちょっともうお財布にも重くないし。そう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 、さすがです ね。ちょっとすみません、でも僕ケークサレっていうの知らないんですけども、サレっていうのはですね、フランス語で塩っていうことで、はいはい、塩のまあなんてケーキというか、あ、はい、まあ、お惣菜パンみたいなね。なんか楽しそうですね。そう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 。さあ、それでは早速作っていきましょう。さあ、まずは菜の花のケークサレ、はい、これの材料から紹介していきましょう。まずホットケーキミックス、はいはいはい、うん、塩で胡椒、はい、豆乳、あ、豆乳、ヘルシーだね。そしてオリーブオイル、卵、卵、はい、で菜の花、そして生ハムでドライトマト。ドライトマト、ドライトマト、これが美味しいよね。美味しいですね、うん、さあもう一種類、はい、こちらナッツでカマンベールチーズ、そして梅の実、パックになってるやつですかね。なんで知ってんの。さすが下調べの松橋だな。本当のホームページ行きましたね、うん、そうなの。分かりました。じゃあこの材料で作っていきます。はい、さあ行きましょう。まず菜の花、これを半分に切ってください。はい、やっぱいいですね、この時期は菜の花が。やっぱ春はね、菜の花ね、やっぱ春は春のものを食べるという。なるほどね、はい、さあ切ったらですね、はい、ね、茹でます。ちょっと塩をね、はい、入れて茹でとこうか。じゃあもう入れちゃいますよ。もう入れちゃって、はい、菜の花に入ってるビタミン C が逃げちゃうから、はい、さっと茹でるっていうことで。 あんまりやっちゃうと。そう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 、もういいな。もういいですか。もういいな。ざるにあけます。はい、はい、水にさらして、うん、はい、これ、はい、はい、なるほど。水ざるで切ってさらに。そう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 。いや、でもいい色、とってもいい色、生地の中に入るわけですもんね。そうなんですよ。さあ次に、はい、生ハム。生ハム、はい、切りたい大きさに切って。切りたい大きさ、食べやすい大きさだね、の取り合いになりますもんね、この生ハムって。生のところがね、美味しいですから、うん、この部分がいいみたいなね、はいはい、そう。さあそして、はい、今回これ、はい、ドライトマト作っていきましょう。作れるんですか。作れるんです。材料はこちら。トマトはですね、はい、皮が厚めのシシリアンルージュっていう、はい、なんかね、やっぱ柔らかいとぐじゅってなっちゃうみたいで、はい、あ、うん、そうなんですよ。これもじゃあ切ってください、はい、これ半分に、半分に、縦に、縦に、はい、こんな感じで。そう、はい、そしたら、はいはい、
天板の上に、はいはい、じゃあ塩巻いていくよ、はい、はい、塩を巻いて、はい、で塩かけていこう、振りかけていきます。これなんで塩は水分を出すためにってことですね。そうか、なんか塩振ってちょっと置いたらなんか汁出てきますもんね、だいたい魚でも肉でも。そう、はい、さあじゃあちょっと水分が出てきたんで拭き取りましょう。はい、これキッチンペーパー、キッチンペーパーで、はい、あんまこうギュギュやると、うん、ポンでポンポンでポンポンってやって取って、はい、はい、きれいに取れたね。はい、じゃあこれを、はい、これで、120度のオーブンに、120度で、はい、これで、30分、はい、じゃこれが30分後のやつですね。30分後、そう、はい、ちょっと、はい、ね、ちょっと縮んだよね。でこれでまた水分を拭き取って、はいはいはい、120度で30分また、はいはいはい、焼いていくと、はいはい、こういうことになりますね。うわ、もう結構ドライじゃないですか。もうね、ほとんどいいんじゃないかなって、もうちょっとでもいこうかっていうことで、はい、凝縮されてきてるんですね。そうそうそう、水分を拭き取って、はい、また120度で30分。いや、1時間半経ちましたね。もう乾ききってるね、ほとんどね。うわ、美味しそうだな。でもそしてそれをですね、はい、オイル漬けにしたのが、え、こういうことになりますよね。へえ、これも食べてみたいでしょ。食べてみるか。いいよ、食べて。イタリアンシェフみたいな心してそうだイタリアンシェフ、そうだった。うまい、めっちゃ美味しい。そう、これうまいんだよな。ドライにすると、うん、旨味がギュッてなりますね。うん、凝縮されるからね。で、オイルのなんかこうコクと、ね、はい、さあ次はね、この、はい、梅の実。あ、こっちもだ。こっちもですよ、はい、これまずね、鍋にこれ入れちゃいます。はい、ポポン。そして、はい、水を入れて、これで、沸騰後15分煮ると。あとさらに、はい、はい、じゃあ15分経ちました。あ、はい、そうなんですよ、こういう状態になって、粗熱を取ってから処理していきます。はい、はい、じゃあこれ種を取ろう。はい、あ、うわ、これはこれでうまそうだな。どういうふうにうじゅってなっちゃったんですか。うじゅって取ってよ、はい、よし、できた。はい、取れました。 OK、 下ごしらえおしまい。さあじゃあやっていきましょうか、はい、生地ね。はい、はい、じゃあまず卵を1個割ってください。はい、はい、パッと、はい、さあじゃあこれちょっと溶いて、はい、そしたら次に豆乳、はい、豆乳を投入します。芸人絶対ない、はい、じゃあ粉入れましょう。はい、ホットケーキミックス、ホットケーキミックス、はい、混ぜながら。なんかだいぶ生地、あ、すごいぞ。だいぶ重い感じになってきた。はい、めっちゃいっぱい混ぜた方が美味しくないですか。いや、めっちゃいっぱいは混ぜない方がいい。混ぜすぎない方がいいよね。混ぜすぎない方がいいんですね。そう、このぐらいでいいんじゃないかな。ほら、このぐらい、うん、そう、ちょうどいいね。そっちの方がなんかクリーミーな感じです。ちょっとでも重いね。なんか滑らかじゃないもんね、そっち。女性と一緒って言ってたじゃないですか、ケーキの扱いは。女性の扱い分かってないわ。あれ、今彼女いないんだっけ。いないです、もう。うわ、だから硬くなっちゃうんだね。ダメだ、やっぱ。次行くよ、はい、もう。次はオリーブオイル。オリーブオイル。あ、はい、オリーブオイルはね、大好きですわ。あ、そう。で、塩。こんなもんかな。ひとつまみ。胡椒ももう、ほんと、このぐらい、少量。なんで塩こんなちょっとでいいんですか。もう味がほらついてるから、具材に、はいはい、そうそうね、濃すぎるでしょ、それだと。なるほど。この後はもうさっくりいくから、さっくり。じゃあまずこっちは菜の花。じゃこちらナッツを。ナッツこのサイズのままでいいんですね。いいよ。でこれでもうさっくりと、さっくりと、さっくりと、あんまりガチャガチャやらず、そうそう、ガチャガチャやらずね、さっくりと、優しくね、はい、うん、生ハムを。じゃあ僕梅を、生ハムくっついてくからな。チーズから入れようかな。チーズから入れる、はい、うん、うわ、これはいい感じだわ。いい感じだわ。はい、はい、でこれまたドライトマト、はい、梅もじゃあ入れます。これまた梅の風味がねすごい効いてくるんだよね。はい、まさしくん、はい、これね、多分混ぜるときは下からこう持ってきた方がいいんだよ、はい、あ、下からこう持ってくる、はい、勉強になりますね、うん、誰だよ見てる主婦の方とか。本当に料理番組っぽくやらなくていいよ、別に。料理番組だもん。先生とアナウンサーがやるやつでしょ、それは。はい、先生とアナウンサーですよ。違うだろう。はい、完成、はい、はい、でこれで型に流し込んでいきます。これはじゃあもうガッといっちゃっていいんですか。ガッといっちゃっていいよ、もう。この時点でちょっとうまそうだもんな、はい、鳴らして、なんで鳴らした方がいいですか。均等にした方がいいから、はい、焼きにムラが出ちゃうから、はいはい、なんかトントンでしようか、落として、こういう感じで、うん、感じだね。あ、こっちはあれですね、うん、色がまた、そう、グリーンとレッドとね、色合いがいいよね。こんなもんでいいかな、はい、トントン
はいはい、はい、さあこれで焼いていきましょう。はい、はい、いきます。180度でまず20分。はい、はい、20分20分これね、離した方がいいですよね。いいよっ。180度で20分焼いたら160度に温度を下げてまたさらに20分焼いていきます。またさらに。そうなんですね。これなんで温度下げるんですか。はい、180度のままだと焦げちゃうんだね。はい、はい、そうそう、だから中をじっくりとゆっくり温度低い温度でそうそう焼いていくということですね。はい、さあ焼き上がりました。ケーキサレー、すごい膨らんでる。できたよ。ーいふっくらですね。ふっくらだね。パンパンなってるよね。うわ、はい、手でいける。手でいける。こんな膨らむんすね。そう、これで、まあ、粗熱が取れてから、はい、これに、はい、アルミホイルをこうかぶせて、はいはいはい、これで一晩置くとしっとりすると、はい、一晩ぐらい置くんですか。うんうんうん、まあでも粗熱が取れて冷めたら、はい、もう美味しいから食べていけるね。あ、そこは自分のなんかそう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 お好みで。お好みで厚めに。断面気になるよ、ね、断面気になりますね。ああここいいんじゃないですか。菜の花とドライトマトとね、はい、いますよ、はい、オープン、はい、あーうわバランスよくナッツと梅の実とカマンベールチーズ、はい、はい、こんな感じで完成。いや素晴らしい素晴らしい。さあ続いて菜の花のパスタ、はい、行きましょうよ。材料ね、はい、菜の花これもう下茹でしてあります、はい、あ、さっき一緒に茹でたやつ。茹でたやつね。あ、しっかりでドライトマト、これあのオイル漬けの方ね。オイル漬けの、はい、でニンニクと、はい、赤唐辛子、まあ、鷹の爪ですね、はい、まずお湯、はい、はい、お湯にですね、はい、お湯のこの水の量に対して 1% の塩を、塩ね、そう入れちゃうわけよ。はい、飛ぶんだよね。ガサガサって言ってた。そう。天然は別に特別な茹で方じゃなくていい。あ、普通もう表記通りの茹で時間で。はい。うん、さあ行きましょう。ソース作り。ね、オリーブオイル。大さじ1ぐらいですか。大さじ1ぐらいですか。香りをつけたいから。もう入れていい。これも入れちゃっていいですか。はい。はい、じゃあ失礼します。粗みも出して。でもうねこのぐらいでニンニク揚げちゃうんだな。もうこの匂いだけ、そうそうそう、香りだけ。そしたら、この菜の花入れて、はい、あ、今ドライトマト、はい、あー、いいなー。あ、茹で汁を、そう、もう火止める。あ、一回火止める、うん、もう大丈夫。はい、さあ、茹で上がりました、はい、来た来た来た、あげますよ、はい、なるんだ。あー、ペンネだ。これも、はい、あ、入った入った、はい、はい、おお、これはオイルと絡まって絡まって、おっ、見てください奥様、おっ、おっ、おっ、こんなもんでいいね。イタリアンシェフ、はい、いやもう見てるだけでもう、うん、ね、楽しくなるような、はい、春にぴったりのパスタが出来上がりました。いやそれアナウンサーがコメントするやつ、はい、料理番組で、はい、さあ菜の花のケークサレー、そして梅とナッツのケークサレー、ドライトマトと菜の花のパスタ完成です。わあすごい、美味しそう。いやこれね、いやちょ、おしゃれじゃないこれ。おしゃれですね、めっちゃ、ね、この男二人でこれだよ。これはおしゃれですね。楽しみ楽しみ。乾杯乾杯、ああ美味しい、はい、さあいただきましょうか。じゃあまずはパスタから。パスタから、はい、いただきます。と一緒に、そうですね、じゃあちょっといただきましょう、うん、菜の花とドライトマトと。ドライトマトうまいね。いただきます。うん、美味しい、うん、ドライトマトこれやっぱギュッてなってますね、うん、ね、この酸味がまたいいよね。ね、菜の花のほろ苦い感じと、うん、完璧完璧ですね、うん、僕はやっぱりねケークサレでしょ。あ、ケークサレ、うん、いただきます。はい、はい、
長花のね、はい、いただきます。豪快にいった方がいい、絶対。ちょっとだから想像つかないんですよ、うん、めっちゃうまいから。はい、未体験ネタ未体験、おいしい、今までにない感じ。なんだこれね、すごい甘さがあるんですけど、うんうん、後からこのちょっとしょっぱさがきて、うん、具材が超いっぱい入ったアメリカンドッグの、うんうん、分かるわ。いやもうウインナー入れちゃおうぜみたいな。あ、ソーセージとかも。そうそう、ソーセージ、そうチョリソーでもいいよ絶対に、ピリ辛にして。絶対いい、これ無限に広がるじゃん。これいいですね。いいよね。ちょっとわ、これもいって、梅とチーズとナッツね。これもね、ほんとあのうまい、梅がいいんだ、梅が。あー、おいしいね。梅がもうちょっと、うん、あの一回火入れたことによって、うん、もう甘みがすごいあるんですよ。そうそう、酸味が飛んでるでしょ。はい、でこれまたカマンベールとね絡まって、うん、これもう見た目以上にしっとりしてるんですよ、うんうんうん、いやこれすごいな。甘いのに、うん、しょっぱくておつまみにもなって、うん、多分子供も食べれて。そうそう、食べれる。関根勤さんみたいな感じですねもうオールマイティー、何でもできるね。うん、はいはい、すごいなこれ。関根さんおはようございます、うん